会えて嬉しい、先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。小さいからって舐めないで。ごきげんよう。ゲヘラ学園9時警団任務の延長ですね。試練が怖いとき、ゲヘラ学園9説明や解説が必要。説明や解説が必要なら、冷たい水を浴びると気持ちまですっきりしますよ。先生も水遊びいかがですか？試練が怖いとき、ミレニアム学園。ごきげんよう。勇者よ、光があなたと共にあらんことを。怪我をされた方はいらっしゃいます。怪我をされた方はいらっしゃいます。怪我をされた方はいらっしゃいます。ご主人様と一緒に美食研究会の赤ゲヘナ学園9時警団任務の延長ですね。冷たい水を浴びると気持ちまですっきりしますよ。先生も水遊びいかがですか？試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。小さいからって舐めない。よ、小さいからって舐めない。ご主人様と一緒に。私を呼んだのは先生か。よ、小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。条件はクリアされました。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ミレニアム学園、会えて嬉しい。試練が怖いとき、
メリークリスマス。遊牧騎士団のセリナです。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ブルーアーカイブ。ブルーアーカイブ。ネプネプ先生様。ご主人様と一緒に楽しい一日を。ご主人様と一緒に。ミレニアム学園、これからすっごく面白いもの。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃ。正規実現委員会、ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじゲヘナ学園給食部のジュリと言います。ごきげんよう。あ、今頃だと予測して待ってた。先生が私の名前を呼んでくれる今この瞬間を。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。あの
私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。ミレニアム学園、ゲヘナ学園、説明や解説が必要。時系団任務の延長ですね。レッドウィンター連邦学園、初期長のお出ましだ。光栄に思うがいいカムラッタ。時系団任務の延長ですね。ごきげんよう。ようやく見つけました。もう逃がしませんわ、あなた様。もう私のおそばから離れないでくださいね。本の中の物語。ゲヘナ学園キュッ、ゲヘナ学園キュッ。ご主人様と一緒に、ご主人様と一緒に。白衣の天使があなたを。会えて嬉しい。本の中の物語。バルキューレ警察学校公安局局長の尾形カンナです。犯罪者の尋問ならお任せを。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ごきげんよう。こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。時系団任務の延長ですね。時系団任務の延長ですね。ミレニアム学園、浦和花子です。本の中の物語。本の中の物語。ミレニアム学園、正規実現委員会。冷たい水を浴びると気持ちま。給食部の風花です。食べたいものがあったらいつでもおっしゃってください。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。たまにはご自身のこともいたわってくださいね。冷たい水を浴びると気持ちまでスッキリしますよ。先生、先生のすごいです。冗談です。
生きて。私は今のままでも十分に強いですが、お望みでしたら